Good morning, everyone.KU ポニーの野崎です。小学生に運動を教えたり、中学生に野球を教えたり、たまにブログを書いたりしています。現在は KU ポニーというポニーリーグ中学生の公式野球チームの監督をしておりまして、えー、そこで感じるコーチングや教育で大事だなと思うことについて発信をしていきたいと思っています。さて、えー、今日はですね、 え、十一夜ということで、月齢十一日目です。え、だんだんと満月に近づいていく、え、今日の月なんですけれども、え、こからはですね、え、だんだんと月が見える時間が、え、減ってきて、減ってきていますね。なので、え、夜、月を見上げてですね、え、まあ、この月の光とかですね、いろいろなものを感じて、え、今日一日どうだったかっていうことを振り返ってみられてはいかがでしょうか。え、今日、 みたいな日はですね、えー、ちょっと自分の、えー、お茶を飲んでみてはいかがでしょうか自分の好きなお茶を、えー、入れて五感を感じながら、えー、味わうと肌で、まあ、あのカップのぬくもりを感じてですね、えー、目で、えー、あのお茶の色を見てで、えー、鼻で匂いを感じ耳で音を感じ そして、下で味を楽しむということを、ゆっくりゆっくりやってみることで、えー、自分自身が、いかに、急いで、焦って生きているのかな、ということもわかるかなと思うので、えー、ゆっくりそういったものを味わってみてはいかがでしょうか。はい。 ということで、今日のテーマに移りたいと思います。今日のテーマは、トップマネジメントの役割ということで話をさせてください。今日はですね、ドラッカーさんですね、有名なあのドラッカーさんのマネジメントという本から引用をさせていただきました。この話はですね、チームを率いる人たち、例えば監督であったりとか、キャプテンであったりとか、将来リーダーになってほしい人が聞いて な,なってほしい人に、えー、聞いてほしかったりとかですね。あるいは将来は俺はキャプテンやリーダーになっていきたいとか、あるいは社長を目指したいという人たちにもぜひ聞いてもらえたらなというふうに思っております。えー、トップマネジメントの役割はですね、えー、いろいろありますが、えー、今日は一つだけご紹介をさせていただきたいと思います。えー、トップマネジメントの役割、はい、これはまずですね、第一前提としては、えー、事業の目的を考えるということですね。これ、事業の目的って聞かれると、え、 にそれっていうことを思われるかもしれないんですけども内容を深掘りしていくと我々の事業は何なのか何であるべきかということを考えなさいということですね事業っていうのは事に仕事の行ですね事業なんですけれどもこれはですねつまりどういうことかっていうことですね私たちは野球チームでありますので野球チームのことを から少し考えてみたいと思います。えー、つまりですね、私たちのチームは、えー、どうあるべきかっていうことを、えー、まず考えなさいと言われているようなことが、えーか、ことを感じました。で、これはですね、えー、どうあるべきかっていうことで、えー、勝たなければならないということではないと思います。えー、自分自身のチームが、えー、どうしても勝ちにこだわってしまうとですね、えー、何のためにこの野球チームを始めたかっていうことがブレてくると思いますので、ここをぶらさないためには勝ち 負けからまずは目を離してですね私たちがこのチームで何で作ったのか何で指導しているのかということを考えないといけないと思っています例えばですね私たちのチームはもうまずまず第一前提としては子どもたちを怪我させないということをえ ペースに取り組んでおります。怪我してまで僕は勝つ必要はないと思っていますし、中学生ですから、まだまだこれから体が伸びていく時期にですね、決して無理をさせて勝つ、これは意味がないと思います。これはどういうことかっていうと、ピッチャー一人に頼って、そのエースだけに頼ってですね、勝つと。 あのこれはあの野球においてはもうやっぱりどれだけうまい子を起用できるかっていうことがやっぱりとても重要かなというふうには思うんですけれどもそればかりにこだわりすぎるとピッチャーに負担かかり変化球に頼りということが起きてしまうので、えー、怪我をして長いいことと野球がができなくなくるという可能性があります僕はそこまでして勝つ必要はないと思っておりましてなぜかというとですね長い えー、子供たちには野球を楽しんでもらいたいとその長い間野球を楽しむためにはですね、えー、怪我をしてしまうとかっていうそういった辛い経験で野球を離れるっていうことをあの極力なくしたいんですよねこれは自分から、えー、やりたくて怪我をしたっていうのと、えー、指導者の練習量で、えー、練習量が多すぎてですね、えー、怪我をしたっていうのはこれは、えー、考えて分けなければならないと思うんですけれどもこれは後者のパターンですね、えー、指導者の、えー、もう重圧とかプレッシャーとかあるいは練習 が長く長いマネジメントをしてしまった影響で怪我をして野球をやめるっていうのはこれはあってはならないことだと思っておりますのでそういったところをまずなくそうということでやっておりますそのためには仕組み作りとか練習内容あるいは試合のマネジメントをしっかりと考えておく必要があると思っていますこれを えー、僕たちは、えー、社会に発信していく。このために、えー、私たち経由ポニーというものはあるんじゃないかなと思っています。またですね、えー いつでも、えー、大人の力を借りずにです、ね、子どもたちのだけの力、えー、考える力で、えー、自分をマネジメントする、チームをマネジメントする、横のつながりを持って、えー、戦っていく、あるいは練習メニューを考えるみたいな、自分で、えー、考える力を養うということも、えー、この KU ポニーでは求めています。なので、えー、そういった部分です、ね、を ベースにですね、えー、やっていると。で、これが、えー、ブレてくると、あのー、全然方向性も変わってきますし、えー、もう意味がなくなってきます。なので、ここの、えー、本質となる部分をしっかりと見極めた上で、えー、行動していく。でと 月日が流れるとですね、この何で始めたのかっていうか、コアな部分、いわゆる本質の部分がずれてくるところがあるので、何かノートに書き留めて、こういう意味合いで始めたんだなっていうことをいつでも戻れるようにですね、会社で言うと理念とかビジョンとかそういうものになるんでしょうかね。でそういうところにいつでも立ち戻れるようにですね、自分が見えるところに貼っておくとかっていうことがとても大事かなというふうに思っています。そこまでできるとですね、次はトップマネジメントの人の役割 役割としては目標設定があります。で、この目標設定っていうのはどう。 行動していいくかととううことだと思うんですけれども、えー、私たちのチームでは、えー、もう怪我をせずにそして、えー、子どもたちが勝ちたいと思っているのでそこの方向に向かってどうやっていけるかっていうことを目標設定をしていますでその目標ができたら、えー、戦略計画の作成ですね、えー、監督の役割としてはやっぱりチームのトップに立つ以上は、えー、まあ怪我をせずにそして、えー、勝つことが、えー、大事かなというふうに思っていてそのためには、えー、子どもたちを育てていかなくてはなりません。 そんな時にですね時期を見極めてこの子はどこで今回は育てていこうみたいなことを考えるんですよね。でそれが結果的に試合の起用につながったりとかあここのポジションを経験させてあげようとかここの役割をやらせてあげようみたいなことにつながってきます。 そして最後の部分ですよね。え、明日何をするかっていうことが、ここまで来ると、決定できるということなんですよね。まあ、要するに、え、明日のことをですね、え、まあ、行き当たりばったりで決めていると、自分たちがやりたい方向の野球っていうものが、え、できなくなってきますし、え、それぞれが、え、ぶれてくるっていう可能性が出てくるので、え、そのあたりは、やっぱり、え、年間計画を立てて、戦略を立てて、え、そして明日何をするかっていうことですね。え、まあ、その間にもですね、え、1年間のスケジュール、半年の のスケジュール3ヶ月間のスケジュールみたいなのも考えてやった方がいいと思いますね。そこまで落とし込んで1ヶ月が出てきて、一日一日どうしていくかっていうことが出てくるんじゃないでしょうか。まあ、特に野球なんかはですね、夏が最後のシーズンなので、そこの目標に向かって逆算して、自分自身がやるべきことですね、自分たちのチームがやるべきことを明確にして、 やっていくと。で、その根本的な部分っていうのが、僕たちのチームですと、怪我をせずに勝てる野球っていうことをベースに考えておりまして、皆さんのチームでもそれぞれ立ち上げた方針とかですね、理念とか、あるいは指導理念とかそれぞれあると思いますので、その方向を見失わずにやっていくっていうことが大事なんじゃないでしょうか。まあ、これをドラッカーさんの本のマネジメントという本を読んで感じたところです。 ということで、皆さんのチームではどうですかね何か参考になった意見は、ことはありましたでしょうかこの放送を聞いて、皆さんのチームがまた一段と変わっていくということのお助けになれば、私としても嬉しい限りです。ということで、今日のテーマは、トップマネジメントの役割ということについて話をさせていただきました。なお、現在ですね、小中学生、 向けにですね、えー、冬休みの、えー、朝の瞑想勉強クラスっていうものを開催しております、えー。こちらもしよかったら下の概要欄に貼っておきますので、えー、またぜひ見てもらえたらなというふうに思います。それでは、えー、素敵な一日をお過ごしください。野崎昌司でした。See you tomorrow!